基礎自治体民族構成南バナト軍はセルビア北東部ボイボディナにある軍である。行政的な中心都市はパンチェボで、軍の東側はルーマニアのトランシルバニア地方と国境を接している。2002年の国勢調査による人口は313,937人である。南バナト軍は8つの基礎自治体によって構成されている。2002年の国勢調査による ほとんどの基礎自治体はセルビア人が多数を占めているが、コバチサはそれぞれの民族が混在しており、比較的スロバキア人が多数を占める。パンチェボには歴史的なアーカイブである国立図書館ビリコベラーハビッチや重要文化財に指定された施設など多くの著名な文化遺産がある。 注目されるのは1405年に建てられたセルビア正教会のボイロビツァ修道院や1811年に建てられた聖母飛翔天教会と変容教会1833年にできた国立博物館などである。パンチェボは工業が盛んな都市で石油関連や肥料工場などが立地し工業地帯を形成している。ありがとうございます。